こんにちは、アドブローです。今回もですね、ラケットのレビューをしていきたいと思います。で今回なんですけれども、こちらですね、テクニファイバーの T ファイト300をレビューしていきたいと思います。まあ、このチャンネル見てくださっている方であれば、まあ、すでに気づいているんじゃないかなと思うんですが、僕295今年買ってテストしていましたが、まあ、今回は300になります。300買っちゃいました。はい。まあ、295の方は、まあ、面100で 295g で、まあ、性能的にはオールラウンドで結構使いやすかったんですが、まあ、何せ打球感が硬いという感じでした。減衰性も良くなくて、まあ、かなり響く感じが強くて、うん、その性能的にはそんな不満なかったんですが、まあ、さすがにちょっと長く使うのは難しいなという感じだったんですね。で、まあそこからまたラケットを沼っているという状況で、まあ大会もね、控えてますし、まああまり癖のないやつでというふうに考えたときに、まあこの300をちょっとね、試してみようということで購入をしました。はい。まあ前作 RS もね、まあ癖がないラケットとして非常に気に入って使ってましたし、まあ3年ぶりぐらいかな。なのでまあまたちょっとね、これ使ってみてどうかなというふうに見ていきたいなと思います。まあ今回レーザーソフトの12545ポンドで貼ってます。はい。295に関してはポリツァプロとか、まあいろいろ貼ったんですけれども、まあちょっとね、硬く出やすかったんで、まあこの125の状態で45ポンドで、まあある程度こう落ち着いた打球感になっていれば、まあかなり使いやすく感じられるんじゃないだろうかというふうに期待しております。まあ今日初打ちなので、ちょっとね、やっていきたいなと思います。さあ、ということで T ファイト300初打ち行ってみたいと思います。まあ後で E ゾーンとかとちょっと打ち比べしていきます。はい。お、打ち遅れ。そういう感じね。うん。まあ、今回、レーザーソフトの125貼ってますが、そうですね。第一印象としては、なんだろう。295とあんま変わんないっすね。割と固めに感じます。あ、でも、やっぱね、イーゾン使ってたせいもあんのかわかんないですけど、なんか先端だと硬いかな。うん。で、真ん中の方で捉えられれば別にそんなに硬くない。まあ、少なくとも、減衰性に関しては、だいぶ、295よりもいいと思います。はい。ただ、手応えは、結構重たいかな。まあ、125にしたっていうこともありますし、まあ、完全にドノーマルなので、あれなんですが。あ、まあでもね、スライスとか、いいんじゃないですか。あ、やべ。はい。はい。あ、外すと、やっぱりちょっと硬いのも、あるかな。はい。はい。でも、はい。まあ、EZONE 98L ですね。まあ、長らく使ってたフレームですので、まあ、これでどう感じるか。まあ、ストリング的にはね、レーザーソフトも、ポリツァープロも、まあ、多少近いところにもあると思うんで、比較していきたいと思います。うん。まあ、やっぱりこう、ああ、ミスった。まっすぐ飛ぶ気持ちよさと、まあ、柔らかさですよね。がいい気がします。こういうスピンかけるのは僕のパワーだとまあきついので、イーゾン使うんだったらこういうショットだよねって感じ。まあ最初ミスった。ちょっとね、久しぶりなん で、あとはこの片手のバックが吹けなくて、まあ打ちやすいというか安心感があるのがいいところかな。
ただやっぱしっかり振らないと球威は出ないかなと。はい、で減衰性とかやっぱいいす、いいかな、うん、平均値以上だと思います。よし、はい、まあここからじゃあティーファイトに変えてみたいと思います。同じ面98ですね。お、お、どうだこれは。あ、イーゾーンよりなんか難しいな。ちょっと柔らかいかも。ちょっと柔らかいかも。はい。まあ、特に僕真ん中の方でフェイスのその先端っていうより真ん中で打つタイプかなと思ってるんですが、うん、そのポイントではだいぶこっちの方が柔らかいかなと。で手応えも少しこっちの方が軽い、少しだけ軽いですね。片手もそんなに吹ける感じはない。今ただイーゾーンと比べると先端で当たった時こういうちょっと遠く、今あえてやりましたけどちょっと遠くになった時のそのパワー感とか手に来る感じとかやっぱちょっときついかな。すごい硬い、硬いし重いから、ちょっと、あ、今のところ良すぎた。はい、少しこうセンターで捉えた方がいいんだろうなっていうファーストインプレッションですね。うん、あの総じて悪くはないと思います。はい、では次はボレーを行きたいと思います。まあ E ゾーンではフォアボレーがバグり散らかしたまま1年以上が経ってしまったので、まあそこら辺もどうか。まあ295の時すごい良かったんで、まあそれに近い感じで打てるといいなと思ってますね。はい、まあ、ちょっと最初は軽くタッチを、で一応シチュエーション的には相手をバック側に走らせてオープンコートにっていう、この意外と簡単そうで自分はよくミスるところなんですけど、まあ今ミスってますけど、そうですね、すごいかっちりしてる感じはするので、何やってんの今。かっちりしてる感じはあるので、この瞬間的なインパクトで飛ばしていきましょうっていう感覚は出やすいと思います。バックミスりました。はい、ただ100、まあ、100の方がやっぱり弾くんだなっていうのは感じますね。はい、まあ硬いから弾いてるように感じてるのか分かんないですけど、うん、こっちの方がちょっと、まあ、ゲージが太いこともあってか、この間295を使った感じよりはボールを持ってるなっていう気はします。ああ、ミスった。ああ、でも全然その98だからシビアとかそういう感じはしないですね。全然。じゃあちょっと下がり気味の合わせるだけボレー。ああ、いいんじゃないですかね。全然。ああ、コントロールはしやすい。タッチ系。うん。うん、何でしょう、まあ、たまにあの過去の動画見ていただくと機種によってはボレー何にもできなくなっちゃってるやつとかあったりするんですが、まあ、そういうのは全然感じないですね。はい、あ、ミスった。ドロップしようと思ったのに。はい、ドロップもう一回。ああまあファーストタッチなのでなかなか慣れてない部分多分にありますが、はい、ただ、うん、そうですね、この感じだと最近イゾンの100のあの軽くて、よく飛ぶ打球感に慣れていたっていうのもあるんで、そこに近づけていくなら、まあ、120とかもっと
細いゲージにする方がいいのかなとは思いましたね。はい。まあでも、やっぱオールラウンドでいいんじゃないですかね。という、うん。非常にこう、打球感は思ったよりも硬質感というか、思ったより打ち応えあるけど、まあ、おおむね予想通りかなというような感じですね。その性能的な部分で言うと。で、まあ、減衰性良くなってるんですが、一応、前回295の時に振動止めつけて、まあ、一気にその、インフォメーションなくなるぐらい変わったので、今回もちょっと、この後振動止めつけてテストしてみようかなと思います。はい、では次はですね、このイオミックショックレスですね。トワルソンのイオミックショックレスをつけてみましたので、それで見てみたいと思います。前回はこれでまあめちゃめちゃ振動取れたい、もはや手応えまでなくなってっていう感じだったんですが、果たしてどうなるか。おお、はい、やっぱあれですね、295は手応え自体は硬くて軽くて減衰性がいまいちみたいなところで、振動止めつけると手応えが、インフォメーションがないなって感じでしたけど、これ別にそんなことないですね。まあもちろん振動は減りますけど、うん、なんか、まあ普通に振動止めつけたらこうなるよねっていう範疇で、そんなに手応えがめっちゃ重くなったりみたいな感じもないし、全然これは、あれですね、つけた方が好きっていう人もいるんじゃないかなと思います。はい。ちょっと弾詰まっちゃった。はい。で、打球感的には、割と、どうだろう、Eゾーン、近いとは言わないですけど、そんなに離れてもないかな。Tファイト295とEゾーンの98の間みたいなイメージかな。もうそれのちょっと手応えはEゾーンより。で、Eゾーンの100とか入ってくると、全然違うなって感じなんですけど。ああ、球が来る。はい。うん、でも、まあ、もともと僕、振動止めつけないし、この300に関してはそんなに、はい、減衰性295ほど悪くないんで、むしろ、なんか僕は、悪くないけど、いらないかなって、感じますね。ああ、なくていいね。なくてもいいね。って感じ。はい。あと、ゆっくり今みたいに言っても割と食いついてる感じあるんで、なんだろうな。うん。割とこう、リニアな感触。まあ、それがやっぱり素直さなのかなと思います。はい。ということで、ちょっと、振動止め外して、もう一回ちょっと打ってみましょう。じゃあ振動止めなし。うん、あ、でもやっぱちょっとは軽く感じるし、少し打球音が残る感じはあるかな。でもスイートイリオで捉えるといい感じなのと、個人的にはなんかどうだろうな、100とスピン性能とかも別に大きく変わんない気がします。どっちもめっちゃかけるっていうより、こんぐらいのナチュラルなドライブ系で、あ、落ちない。ドライブ系で行くのがいいんじゃないかな。だからその意味ではEゾーンからも割といける気がします。が、なんか外した時にやっぱ振動が手に残るというか伝わってくるというかっていう感覚があるんで、やっぱりあんまりこうハイテク素材を入れてない T ファイトの特徴なのかもしれないですね。外せばそれがわかるよっていう、まあポジティブな面もあると思うし、トレンドから比べると、いや振動取らねえなっていうネガティブな面もあるかなとは
思いますが、うん、まああんまりラケットが邪魔しないという意味ではすごくいいんじゃないでしょうか。なんかちょっと慣れてないから変なプレーしてますが、よいしょ、はい、こういうスライスとかやっぱ打ちやすい、はい、はい、ああね、本番でチキった時用のねフォアスナーなんで、あ、いいじゃない、ああいいじゃん、ああこれダメじゃん、入ってるけどという感じで、まあ振動止めは、まあ、なしでも全然いける、僕はいけますが、おそらくここ1、2年ぐらいのトレンドにのっとった、その何でしょう、減衰性の高められたラケットと比べるとちょっと厳しい部分は、うん、あるかなという気がします。決してそのハイテク系のラケットじゃないなとは思いましたね。はい、ということでちょっと最後玉拾いをしながら、レビューのまとめをしていきたいなと思います。うん、いや、まあ、最初はその295がまあスペック的にもちょっといい感じでっていうところで、でまあ試したこの T ファイトなんですけど、そうですね、300でもまあやっぱりあんまり尖ったところはないかな。うん、でアイソフレックスのレビューを見ると、柔らかくなったというコメントが多いんですが、どうですかね、僕はアイソフレックスが入ったから、まあ、柔らかくなってる、アイソフレックスのおかげで柔らかくなってるっていうのは、うん、結局その295と300を打った限りではあまり感じなかったかなっていうのが正直なところですね。で305打たせてもらった時はすごい柔らかかったんですけど、まあいろいろ調べると、そもそも305って今回 RH かなり、低め、シリーズの中では一番低いのかな確かになってるんで、まあアイソフレックスどうこうというよりは単純にその RH ですね、まあレイアップだと思うんですけど、まあそこの差で出てるのかな、打球間の差が出てるのかなというような感じでした。はい、でアイソフレックスに効果がないのかと言われたら、まあ、そうではないとは思うんですね。フィーリング的な問題ありますけど、はい、あのフレームの剛性を調整して、で結果それによってストリングが、まあ、外した位置でもこう均一に動くというコンセプトなんですが、まあそうですね、まあそれはやっぱりなんて言うんだろう、ストリングに仕事させるっていうコンセプトだとは思うんですが、じゃあフィーリングが均一なのかって言われると、まあフレームが働く部分とストリングが働く部分、やっぱ違うと思うんですよね。うまく言えないんですけど、まあ打球感まで均一っていうことはないなと思います。はい、外せば、まあ、しっかり硬いし、うん、振動も手に来るし、ストリングが均一働いてるのかもしれないし、働いてないのかもしれないし、なんとも言えないんですけれども、うん、なんだろうな、あの、むしろ素直な感じっていう、うん、感じになってんじゃないかな。むしろこう、外せば外したことがわかるし、ちゃんと綺麗に捉えられれば、あ、当たったんだなっていうのがわかるし、っていう感じなんで、コンセプトと逆のことを言っちゃってるかもしれないんですが、僕の感覚としてはすごいこう素直で、まあ、分かりやすいラケットなんじゃないかなっていう、まあ、そこの方がむしろメリットなのかなと思います。いや、その TFX1 とかも打ちましたけど、あっちの方がそのアイソフレックス、うん、アイソフレックスってこういうものですよっていうのを感じやすいラケットな気はします。はい、まあ減衰性もあれはダンパーが入ってるんですごいいいですし、なんだろうな、だから T ファイトって
いい意味で僕はなんだろうな、クラシカルっていうそういうタイプなんじゃないかなと思います。はい、なのであまりこう何かを過剰に期待するっていうタイプのラケットじゃないと思うし、まあストリングで結構味変はできるんじゃないかなと思うんで、今後またインプレしていきたいと思いますし、まあ来週大会が、来週じゃないな、来月大会が控えてるんで、まあそんな感じでちょっといろいろね、試したいなと思います。ということで少しでも参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。頑張ります。頑張ります。